はい、おはこんばんちは、キャプテンヤスです。どうですか、キャンプ、キャンプらしい感じ、皆さん伝わっているでしょうか。今日ね、メッセージを、したいと思います。今年のね、テーマ、毎年ほらテーマあるじゃないですか。今年のテーマはランザレースって言って、まあ、レースを走る。第一コリントの9章24から27までお読みします。9章24から。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのは一人だけだということをあなた方は知らないのですか。ですからあなた方も賞を得られるように走りなさい。競技をする人はあらゆることについて節制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は目標がはっきりしないような走り方はしません。空を打つような検討もしません。むしろ私は自分の体を打ち叩いて服従させます。他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないようにするためです。というところで、これパウロ、ね、大好きで、キャプテンスの、ね、まあ、大好きなこのパウロの、言葉、ね、気合い入ってますけども、これね、24からなんだけど、もう24から27ですけど、23も大事です。23には、じゃあ何のためのレースかということで、私は福音のためにあらゆることをしています。私も福音の恵みを共に受けるものとなるためですっていう、そういうね、そのレース、信仰のレースと言ってもいいかもしれない、福音を生きるレースと言ってもいいかもしれません。今回ね、この信仰のレース、ランザレース、私たちが走ってるこのレースについて2つメッセージをしたいと思います。今日の1つ目はこの第一コリントの、9章からで、どんなレースなのか。もちろんこの私たちのこの信仰のレースというのはどういうレースなのか。一つ目、今日言うことは、これ長距離レースです。長距離、皆さん長距離走ったことあります？マラソンっていうとね、 42.195キロをマラソンっていうんだけども、私もそんなに42キロを走ったことないんですけども、そこそこ長い距離を走ったことあるんですが、長距離ってこうやったことあれば分かると思いますけども、途中こうきつい時あるんですよね。例えば一人で走ってるのはなおさらですけども、もうやめようかなって時があるんですよ。できつくて、 で実際やめたりするんです。やめたりっていうか休んだりするんですけども、でもそれがレースとなると、もうやめたらもうそれで失格なんですね。この私たちのこのクリスチャンライフというのも、パウロは長距離レースとそう言います。で、この長いクリスチャンライフの中にも途中きつい時があります。何度もあります。でもそれでも最後まで走り抜いてゴールすること、それが大事なんですね。完走すること、もちろんね、いいタイム出すのもいいんですけど、それ以上にこの完走することが大事だと。ピンチの時でもね、いつでも笑ってるのがクリスチャンじゃありません。どんな時でもイエス様と一緒なのがクリスチャンです。いつもね、元気にしてるのがクリスチャンじゃなくて、いつもイエス様とこの悲しい時、笑ってる時でも泣いてる時でも、そして怒ってる時でも、きつい時でも、落ち込んでる時でも、でもそれでもイエス様と一緒にいるのがクリスチャンです。きつい時もあるかもしれない、でもそれでもこのレースをやめないね。今コロナね、もう引き飽きたから、いろいろ大変だよね、実際ね。で実際大変なんですよ、コロナでね。だってこれ、例えば OBC なんでこれやってるかっていうと、コロナのせいで、あれだよ、コロナの野郎のせいでキャンプ中止になってね、もうヤックンなんかこれからどうしたらいいのかってね、皆さんお祈りください。で私もそうで、キャプテンヤスもね、今年ね、いつもよりもこうメッセージの依頼がいっぱい来てたの、いろんなところ、学校とかいろんな教会とかね、全部キャンセル、春に全部キャンセルになっちゃった。いろんなとこ行ってね、いろんな子供たち、ね、大人たちもそうですけども、こう楽しいことやろうと思ったのに全部キャンセルになっちゃった。ね、やってるんだよね。でもそれでも、じゃあどうしようか、ね、やめません。だからこうやってやってるんですね。まあ気にしないようにするっていうのも一つの方法かもしれない。で、他のこと、キャプテンみたいに YouTube やったり、いろんなこと、他のことで、なんとか他のことするのもいいかもしれない。でも、例えばね、他にも我慢する。でも、キャプテンね、あんまり我慢するのはあんまり好きじゃない。忍耐は必要ですよ。忍耐は必要なんだけども、特に私ね、子供たち、
あんまり我慢しなくていいと思う。今コロナでいろんなこと我慢させられてるじゃん。ね。夏休みも短かったしと。もちろんね、大事なこともあるけども、でも特にキャプテンは我慢する時じゃなくて、神様を求める時じゃんと思うんですよ。今きつい時もあるけども、でもどうしよう、我慢するんじゃなくて神様に求める時なんですよ。文句でもいいですよ。聖書の中でルカの福音書の18章に盲人の話が出てきます。その盲人はイエス様が来るのを聞いて、こう大声で叫ぶんですね。私を憐れんでください、憐れんでください、叫ぶんですよ。でもその叫びをですね、周りの人たちは聞いてくれないというかね、静かにしなさいと、ね、憐れんでください、憐れんでくださいって、目が見えない人がイエス様に叫んでんだけども、周りの人は黙らせようとしたとあります、ね、でも黙らせようとして、ね、周りの人から、ね、黙らせようとされてるんだけど、ますますね、ダビデの声、私を憐れんでくださいって大声で叫んだ。だイエスはそれを聞いて、彼を連れてきなさい。で、何て言ったかというと、私に何をしてほしいのかって聞いてくれたんですよ。その盲人はこう言いました。主よ、目が見えるようにしてください、目が見えるようになりたいんです。そしてイエス様は、見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救ったと言いました。我慢しなかったのね。我慢しろって言われたんだけども、我慢しないでイエス様に頼んだんです。目が見えるようになりたいです。何年か前のね、あのキャンプでね、私よく覚えてるのは、台風が来ちゃってプールもダメ、キャンプファイヤーもダメ、もうダメでしょこれはって、もう絶対ダメな状況だったんです。で、天気予報見てももう台風直撃ですし、もうプログラム全部ね、ビッグゲームなんかもダメなってた。でも子供たちはどうしてもやりたいって、やりたいと。じゃあほら、一応俺牧師だから、じゃあ祈ってみよう、神様祈ろうよ、チャレンジしたんだけども、でも実際私、天気予報、大人は天気予報を見るんですよ。見て、これ絶対無理だよなってなってたら、子供たち天気予報なんか見やしない。もう天気予報絶対台風来るのに、プール、外でプールね、キャンプファイヤー、でも実際どうだったかというと、神様は子供たちの祈りを聞きました。もう天気予報全部外れて、もう天気のいい時に本当に台風もどこ行ったか忘れましたけども、とにかくプールで遊び、キャンプファイヤーもし、本当にね、私たちが望んだ通りのことを、願った通りのことを神様してくれました。今願う時じゃないですか。今神様求める時ね、何あれ、ソーシャルディスタンスね、大事ですよ。私ちゃんと守ってますよ。で、マスクしてね、手洗いして、で検温して、このさっき検温しましたから大丈夫です、もう周り誰もいませんけど。で、ソーシャルディスタンスね、こうやって。でも大事なんですけども、どうでしょう皆さん、神様とのディスタンス、それは気にしなくていいんですよ。ソーシャルディスタンス、神様と取る必要ないです。イエス様とのソーシャルディスタンスは取る必要ないんですね。でもなんとなく皆さん、こう教会もね、行けなくなったり、なんかこう神様とのソーシャルディスタンスを皆さん取ってません？今ね、取ってる人がいるかもしれない、ね、もちろん他の人とのね、距離は取っ、ね、ちゃんとねした方がいいんですけども、心の距離、神様とのディスタンスもそうですし、人との心の距離、心のディスタンスは取る必要はないんですよ、ね、離れていてもこうイエーイってできなくても、でも私たちはもっと近くいることができる。特に神様とは近くにいて、そして何でも願ったらいいと思います。ルカの福音書、同じルカの福音書の次のね、19章のところに有名な話、放蕩息子の話が出てきますよね。どんな話かというと、皆さん多分知ってると思うんですけども、あ、19章じゃない、これ15章だ、15章に放蕩息子、19章は後で、明日やるザーカイ。放蕩息子、ある兄弟がいて、その弟の方がお父さんに全財産ね、俺の財産全部くれって言ってもらって、もう家で出てて、で好きな放題に使って、お金もいっぱい使ってしまって、一文なしになって、でもう豚のね餌も食べたいぐらい貧乏になった時に、初めて、あ、
自分はなんてバカなことしてたんだろう、もう息子と呼ばれる資格なんかないけど、お父さんとこ帰ってなんか仕事もらおう、そう思って帰ってきた、お父さんとこにね。でも帰ってきたんだけども、そうさっきねちょっと言ったように、もう息子と呼ばれる資格なんかない、こう心のディスタンス、心の距離は少し離れてた、帰ってきたんだけど、もう息子じゃない、当たり前ですよね、もうそんだけひどいことして、もう本当だったら帰ってね来るのもずるしい、思う人もいるかもしれない、でも彼はでもそれでも帰ってきた、でもやっぱり心のディスタンスはもう息子じゃない。でもそんな息子にこのお父さんはどうしたかというと、もうずっと遠くに見える、まだね息子が遠くにいるうちに父親の方はその息子を見つけて走ってきて、で抱き寄せて、もう何度も何度も口づけしたってあります。これね本当に何度も何度も口づけしたらしいんですよ、書いてその言語で見ると。挨拶代わりにちょっとこうしたんじゃなくて、本当にもう気持ち悪いですよね、お父さんがこうブチ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 もうそうする。つまりこのお父さんのディスタンス、距離は息子が離れていた時もずっと近かった、ずっと近いんですよ。これが神様の私たちとの距離です。このディスタンスを作るもの、私たちがねこう神様から離れようとする、人から離れようとする、その原因の一つが罪です。罪、この放蕩息子もそうでした。ああ自分は悪いことした、自分には罪がある。このイエス様はその私たちの罪、自分でどうすることもできない罪の代わりに、罪の身代わりになって十字架にかかってくれました。この十字架の距離っていうのは、私たちと十字架の距離っていうのはめちゃくちゃ近いですよ。私たちのために十字架にかかってくださった、私たちが十字架につけなつかなければいけない、死ななければいけないのに、イエス様が代わりについてくれた、もうめちゃめちゃ近いっていうか、私たちの代わりになってくれた。私たちイエス様の十字架本当に信じてるでしょうか、ね、悔い改め、ヘブル語でねシューブっていうんだけども、これはただ反省することじゃありません、ごめんなさいするだけじゃありません、帰ってくること、神様のところに帰ってくること。この放蕩息子も帰ってきたんですね。ああ俺もう悪いことしたな、もうこれは帰ることはできないし、もう親父に、ね、会って怒られるのも嫌だし、じゃなくて、もう息子と呼ばれる資格はないかもしれないけど帰ろう、とにかくお父さんのところに行こう、それがこのね終分。私たちも何度も何度も失敗します、そして落ち込みます。特にこのコロナみたいなね、こういうわけが分かんない時にはいろんな葛藤があって、大人も何が正しいか分からない、その中で夏休みも短い、その中で私たちはなんで願わないんです神様に、ね、なんで帰らないんです神様のところに。お父さん、天のお父さんにお願いしましょうよ、話を聞いてもらいましょうよ、でディスタンスもっともっと縮めましょうよ、いつもより今まで以上に。コロナのせいで、あ神様との距離がすげえ縮まったわって後で思えるような、そういう年に、そういうキャンプにしたいと思います。私たちのレースはまだ、特に君たちのレースは始まったばかりですよ、まだ長いです。ゴールを目指して走るんです。途中ねもうきつくなって、またこけちゃって、ああもうつらいって思うこともあるかもしれない、でもまた立ち上がってまた走り始めればいいんです、イエス様と一緒に、というかイエス様が一緒なんです。ランドレース、私たちはこの福音のレースを走っています。長い距離ですから、こんな年もあるでしょう。で逆にね、こんな年があるとね、もうワクワクしていくじゃない、もうなんかずっとこう、なんていうの、 あんまり面白くない、ドラマとかでもそうでしょ、あんまりなんかずっとこうね平凡な話よりもこうね、何度もピンチがあって、でもその度に主人公がそれを乗り越えて、私たちも神様と一緒にこの乗り越えた時にもっともっと強くなると思います。はい、それでは一言お祈りして終わりにしたいと思います。
ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。今私たちはこのレースを走っています。神様、そのレースは、時にはきついこともあるかもしれません、辛いこともあるかもしれません。でも本当にその先に私たちはゴールを、この福音のゴール、十字架のゴール、私たちを愛し、私のために死んでくださったイエス様、あなたを見て、あなたの十字架を見ながら、私たちはこの信仰のレースを、走っていきます。神様、どうか私たちが、賞を得られるように、走り抜くことができますように、私たちが本当に、どのような時であっても、あなたから離れることはなく、あなたと共に歩んでいくことができるように助けてください。神様、感謝します。今心合わせてイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン、アメン。それではまだありますので、楽しみにしてください。